いお題を出すって言っちゃったけど、何から始めたらいいのかさっぱりわからないぞ。他の人が書いたやつを見てインスピレーションを探してみようぜ。体は小さくて4本足、草を食べないし水も飲まない、お客が来ても無症状、一日中人を運んでも疲れない。なんかの動物か？それはね、椅子。リオナ、もうわかったのか？それともこれ、お前が出したお題だったり？違うよ、急にひらめいたの。お店の子猫たちをしつけるとき、よく言うから。椅子さんたちは、お仕事で疲れてるから足で爪を研がないであげてって。なるほど、謎解きってのはミスリードでみんなを惑わすんだな。あなたもお題を出すの？おう、リオナのおかげで一つ思いついたぜ。私も何か考えた方がいいかな。ひひ、早速ぶら下げたぜ。リオナになら答え教えてやってもいいぞ。別にいいよ、私は商品なんてどうでもいいもん。そうか？じゃあオイラたちそろそろ向こうに行くぜ。うん、楽しんでね。やあやあ皆さん、もう十分見て回れたみたいね。さあさあさあ、こちらにご注目。私とウエンティさんでみんなが書いてくれたお題を一通り選んだよ。ついでに私たちのも入れたし、ぼちぼち抽選を始めます。選ばれたお題の出題者は最後に答えを発表してね。正解を言えた回答者は1点獲得できて、正解が出なかったら出題者に1点だよ。公平でしょ？もちろん、出題者が発表した答えもみんなが納得できるものじゃないとダメだよ。そういうこと。じゃあ問題なければお題の抽選を始めちゃうよ。僕でも分かるお題でありますように。あれ、もしかしなくてもこれは早い者勝ち。僕はここの誰より早く手を挙げなきゃいけない。オイラのお題選ばれるかな。第1問、どれどれ。おっと、これは面白いね。お題もだけど字も独特で、カクカク四角で切り餅みたい、ごまとか胡椒が入ってる、一粒一粒口にしたなら食べた数だけお利口になる。ゆうこあきの書いたやつだ。早く答えないと先を越されちゃうよ。答えはピザだ。ピザだろ。ブブー、出題者が言うまでもなく不正解だってわかるよ。ピザがどうやって頭を良くしてくれるの？おまけにお題のは四角いんだよ。その異国の料理は丸いでしょ、モラミートみたいに。そうだけど、でもピザを食べてると楽しくなるだろ。気分が乗ってきたら難しい問題だって勢いで。ぐっ、わかったよ。おいら焦って適当に答えちゃったぞ。何か他のお料理でしょうか？いえ、これは謎解きです。そんなに単純ではありませんよね。賢くなるもの。こんなことなら普段からもっと本を読んどけばよかったぜ。どうしたんだよ、何か思いついたのか？あ、おお、そういうことだったのか。本だ、答えは本。こんなにすぐ正解されてしまうとは。
これは僕の自信作だったんだけどな。おっと、出題者が正解だって認めたみたいだね。よし、じゃあパイモンが1点獲得。は、本だったのか。はあ、僕ももっと頑張って考えれば思いついていたかも。ひひ、オイラたちはすごいんだぞ。お前はすごいんだぞってことだ。この1点はお前のおかげだぜ。では2問目は僕が抽選するよ。次は僕もすぐ答えるぞ。万人の高き雲より上、幾幾たる静寂の中、孤独の寒地に一人佇む聖剣皆聖品なり。ふん、どうやらリーユエからのお題だね。あ、それはわかります。お、もうこのお題を話し合ってたみたいな反応だな。これは上の方の寒いところにある植物か何かだよな。どうぞお先に。ミカ様はセピロス騎士団の正式な騎士であり、私たちモンドの皆様の代表ですから。いえいえ、そういうわけにはいきません。思いついたのはノエル先輩の方が早かったんですから。どうぞお先に。私の答えも正しいとは限りません。それに回答のチャンスをつかまれたのはミカ様ですし。そうは言ってもですね、やっぱり僕はノエル先輩の後でしたから。うんうん、大会の場でこんな譲り合いの精神が見られるなんてね、素晴らしい光景だよ。じゃあ同時に答えを言ってもらおうかな。二人とも正解だったらそれぞれに1点ずつってことで。ああ、いつの間にかそんなことに。どうやらグズグズしすぎたみたいですね。ではノエル先輩。はい、私たちの答えはセシリアの花です。正解に近いんじゃないかな。高いところに咲く花に人々は美しい意味を与える。セシリアの花は多くの人が心の中で思う風の花でもあるからね。だけど正解と認める人が出てこないということはまだ出題者の意図とは違うのかな。他の答えはある？間違っていたんでしょうか。やっぱりリーユへの植物精神かな。この詩には孤高の中にも心の清く澄んだ印象がある。そう、これは私が出したお題よ。答えはまさに精神。そんな、行く秋に先を越されちゃったぞ。でも司会者さんの説明を聞いて思い出したの。セシリアの花については以前に本で読んだことがあるわ。確かにこの描写にふさわしい高潔な花だった。だからモンドのお二方の答えも正解にしたいわ。本当ですか？ありがとうございます。出題者がそう言ってることだし、3名の回答者がそれぞれ1点獲得だね。やばい、行く秋に追いつかれた。おう、そうだな、その通りだ。第3問は、お、なんだかふわふわした字ですね。空は飛べても翼は持たず、浮いてる間は疲れ知らず、お腹はもらでパンパンで、海に落ちたらゴボゴボ拾えないもの、なんだ。おいらのだ、おいらが書いたお題だぜ。うん。どうしたんだよ、なんで誰も何にも言わないんだ。お題が難しすぎたのか。むしろ信じられないほど簡単だと思うよ。本当か？じゃあ答えは何だ？答えはパイモンだろ。え？うん、
パイモンだろ。私もパイモンさんだとばかり。実は僕も。違うぞ。どう考えてもオイラなわけないだろ。パイモン、君の背中に翼はあるかい？で、ない。パイモンはいつも飛んでいるけど疲れを感じてはなさそうだ。パイモンさんはよくお食べになりますから。それは旅人様のモラがたくさんお腹に消えたということかと。騎士団の先輩方が話しているのを聞いたことがあるんです。パイモンさんは海で旅人さんに助けられたと。つまりパイモンさんは金槌で海に沈んだら。待てよ、そこまで言われると本当にオイラなんじゃないかって気がしてきたぞ。違うんだって。オイラのお題の答えは軍玉角なんだ。空に浮かんでるあの軍玉角。そうなのかい？でもやっぱり僕はパイモンの方が適切だと思う。もっと言えばこの詩にもう二つ句を足したらより完璧かな。足す？何を足すんだ？旅人サイドの優秀ガイド、みんなが称するおしゃべり上手。はい。そんなの付け加えてもいいのか？お前もそう思ってくれてるのか？よし、じゃあ発表するぞ。このお題の答えはみんな大好きパイモンだ。うんうん、じゃあみんな大好きパイモンと正解を言い当てた全員1点獲得ね。ひひ、詩の謎解きって面白いな。行く駅には勝てなかったけど、オイラちょっと賢くなった気がするぞ。あ、そうだ、前にあいつと超音が何かを調べようとしてたよな。ちょっとあいつらのところに行って聞いてこようぜ。おや、パイモンか。さっきはいい勝負だったね。あわや負けてしまうかと思ったよ。お？商品をもらったのか？そうなんだ。もし欲しいならパイモンに譲ってあげてもいい。本当か？何をもらったんだ？それはね、この同種自ら提供した王城堂高級サービスプランをご購入でもう一回分タダになるクーポンだよ。パイモンたら、そんなに興味を持ってくれるなんて思わなかったな。うわー、いらない、いらないぞ。お前らがもらっとけよ。そうかい、なら遠慮なくもらっておくよ。うんうん、しっかりしまっておいて。このサービスのすごいところはね、呼べばすぐ来ることなんだよ。運が良ければ呼ばなくても来るよ。パイモンは僕たちに用事があって来たのかい？はん、お前にじゃないぞ。オイラたちは超運を探しに来たんだ。なんか手伝いが必要そうだったからな。ああ、あのことか。じゃあパイモン、ここで今一度謎解きに興じるのはどうかな。お？延長戦ってわけだな。あやかしのようであやかしではなく、魔のようで魔ではない。眺望すればたゆたうごとくよりどころなく、寄り手はたちまちに失せて影もなし。これが何かわかるかい？それは外にいるちっちゃいお化けとか魂のこと？どうやら僕が話した方が良さそうだ。実は今朝野外で修行をしている時に
人ではない何かを見かけたんだ。支えもなしに宙に浮かんで、その体は透明に近かった。僕は思った。ついにこの純妖の体を恐れない妖魔に遭遇したんだと。それで学んできた法術を仕掛けたんだけど、全く効いていないようだった。一体何なのか近づいて確認しようとすると、それは忽然と消えてしまったんだ。それは確かに幽霊のようなものじゃなかったの？うん、あれには明確な実態を感じた。それにもし幽霊なら、僕を見た時点で逃げていくだろう。はあ、僕は軽率だった。あの時はつい興奮して正体を見極める前に動いてしまったんだから。あれが妖魔じゃなかったとして、もし仙人にまつわる何かに手を出してしまっていたらどうする？自分を責めるなよ。見たことのないものだったんだ。そういう反応になるのも無理ない。それに僕たちは今こうして真相解明に最善を尽くそうとしているじゃないか。ウェンティさんはどう？趙雲の説明で何かピンときた？同志さんはどう思う？何か心当たりがあるんだ。絶対に確信があるとは言えないけど、少なくともリーユエで言う妖魔じゃないとだけは言っておこうかな。危険はあまりないはずだよ。そうだ、この探し物を明日のシーカ大会に取り入れるのはどうかな。え？外で遊びながら詩を書くのか？惜しいね。でも丸はあげられないかな。いいアイデアって何もないところから湧いて出てくるわけじゃないんだよ。みんな今夜はちゃんと休んでリラックスしないとね。こいつもう視線が酒場に行ってるぞ。